おはようございます。よろしくお願いします。ただいまから自治体で記者会見を始めます。ご質問のある方は挙手の上、社名とお名前をおっしゃってから発言をお願いいたします。ご質問ございますか。じゃあ前からにですね、読売新聞です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コロナの病床について伺います、はい、だいぶ指標改善してますけれども、県内の現在の、評価と、あと知事は通常医療とのバランスっていうものを重視されてますが、はい、今確保病床、底保病床とも496で運用しているものを、はい、今後その段階的に引き下げていくのかどうか、そのあたりのお考えをお願いします。はい、まず現在の福島県内の各指標の状況です。7つの区分ありますが、その中で病床の使用率はステージ3、それ以外の指標についてはステージ2以下という状況にあります。したがって県全体のステージの総合判断はステージ2相当だと考えています。で、これは先週の数値でありますが、1週間前に比べても基本的に指標は良くなってきています。特に今お尋ねがありました病床の使用率でありますが、一時期は 90% を超えるという異常な数値でありましたが、現在は 20.6% ということで、ステージ2の水準に近づいてきたという状況にあります。改めて先月から非常事態宣言を発出しまして、この間県民の皆さん、事業者の皆さんに大変感染拡大防止に向けてご尽力をいただいていることに心から感謝を申し上げたいと思います。ただ一方で、例えば感染経路の不明割合ですが、現在 43.5% と、やはり 50% に近い水準が継続をしております。変異株がやはり蔓延をしている、あるいはこのように感染経路不明割合が高いということは、またひとたび状況が悪化をしてクラスターが発生しますと、感染拡大、急速な感染拡大につながりかねないという状況もございますので、やはり常に気を引き締めて感染対策に努めていく必要があると考えております。で、そういう中で現在の病床の状況でありますが、入院の病床については496床、また療養施設としてのホテルが277室を確保してございます。これはある意味第4波で福島県が非常事態宣言を出さざるを得ないという極めて厳しい状況に即応した対応でありますが、ただ一方でやはりいい意味で現在沈静化しつつあるということ、そして通常の医療も当然ながら重要であります。で、そういったものを考えますと、今後の感染の状況を見ながらですね、いい意味で現在落ち着いた状況にありますので、こういったものについて今後どういった病床数にしていくのが適正かということを県としては検討を進めていきたいと思います。政府においてもですね、これまで一定の考え方が示されまして、それぞれの県における確保病床についての考え方、検討の仕方についての一定の数値基準も示されております。それに基づく検討も行っておりますので、今後段階的にどう対応していくかということを探っていきたいと思います。ただ先ほど言いました通り、このコロナの状況ですね、急速に短期間で変わることがありえます。例えば会津若松市でありますが、4月の前半の段階では感染者0人が続いているような状況でしたが、ご承知の通り急速に悪化をしたということがございます。あるいは山梨県さん、非常にコロナ対策優等生と言われている県でありますが、実はここ数日ステージ3、ステージ4という状況にこの10万人あたりの新規陽性者数がなっていることもございますので、やはり常に事態が急変することもあり得る、こういったものも睨み、一方で通常医療をしっかり確保していかなければいけないという地域医療の状況も考えながら、総合的に検討を深めていきたいと思います。もう一点別でワクチン接種に関してなんですけれども、はい、県内の一部の自治体で、避難者のワクチン接種を後回しにしているという事例がありました。すでにもう改善はされているようですけれども、今後その他県の避難されている方について、不安なところ
ところがあるかと思います。今回の受け止めと県としての対応を聞かせてください。はい、まず県外あるいは県内での避難者のこのワクチン接種のあり方についてはこの東日本大震災および原発事故によって避難されている方々について厚生労働省との協議調整を行いまして避難先での特別な申請手続きが不要になりました。でそれを受けて2月の17日でありますが各都道府県に対しまして避難者が避難先の自治体で円滑にワクチンを接種できるよう依頼をしているところであります。でその中でですが今回県内においてですが避難元自治体から報告を受けてそういった事象があったというお話を聞きました。それを受けまして6月1日付で各都道府県および県内の市町村に対して再度通常の住民の皆さんと同様にワクチン接種を受けることができるよう依頼をしたところであります。東日本大震災あるいは原発事故によって避難されている方々のワクチン接種が県内県外を問わず円滑になされるよう引き続き関係の皆さんに丁寧に協力を求めてまいります。その他ございますでしょうか。福島テレビの小野田です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ワクチン接種に関して重ねて質問なんですが、はい、先週の金曜日の段階で今後の見通しについても発表されましたけれども、はい、改めて、高齢者だけではなくて一般接種も含めて、今後どういうふうに見通しが立っているのかという点とあと、接種が始まってきたことで見えてきた課題であったりですとか、市町村間での、違いというのも出てきている状況だと思うんですがそのあたりについてどう対応されていくのか県の考えを教えてください。はい、まずワクチンの接種状況についてであります。福島県内における医療従事者への接種でありますが現時点で2回目の接種率が約 90% 弱と順調に進んでおります。今月末、6月末には完了する見込みであります。また、高齢者についてでありますが、現時点において、県内の全市町村において、7月末接種完了の見通しが立ちました。この高齢者接種が速やかに進むよう、引き続き各市町村の進捗状況を確認をしながら、特に遅れがちなところに対して、県として医師の派遣など積極的に支援をしてまいります。で、まずこの高齢者の接種でありますがこれも今お話があったとおり各市町村によって状況異なります。もうすでにほぼ終わっている小さな自治体もありますし一方で大きな都市においてはまだまだこれからという状況であります。各自治体とも市町村長さんが非常に積極的でありまして7月末まであるいはさらに前倒しできるように頑張りたいという声を伺っております。この市町村の取り組みを県として先ほど言ったように積極的に応援したいと考えております。また先行している自治体においては高齢者以外の方々に対する接種もすでに始まっています。で、こういったですね高齢者のみならず県民全体特に接種を希望される方に対して早期にワクチンを接種できるようにすることが新型感染症対策にとって極めて重要だという認識を各市町村長さんと共有していますので今後7月末のまず高齢者接種に向けて取り組むとともに並行してそれ以外の方々に対するワクチンの接種どうやったらより速やかに進むのかこの点についても県としてテコ入れをしていきたいと考えています。ありがとうございます。その他ございますでしょうか。では後ろ側に見えている時事通信です。時事通信の山本です。よろしくお願いします。先週ですね菅総理がですね党首討論で、ワクチン接種についてですね一般も含めて、11月までの完了を目指すというふうなお話がありましたが現時点での県ですね一般接種までの見通しについて教えてください。はい、まず現時点で
一般の方も含めた全体としてのスケジュール、確実な見通しを積み上げているわけではありませんが、やはり総理自身が政府の基本方針として11月までに国民皆さん希望される方を終えたいと言っておられます。やはりこの方針にのっとって福島県として対応していくことが重要だと考えています。でやはり大事なことはまず高齢者接種を7月末までにしっかり終えること、でその上で個別の課題等も出てくると思いますし、高齢者の皆さんといわゆる65歳以下の方々、またちょっと職務の形態ですとか生活スタイルも異なりますので、やはり別の工夫というものがないとなかなか接種が進まないと思います。あと高齢者の方は希望される率が非常に高いという状況にありますが、今後世代を広げますと少しそれが低減する傾向も出てくるかと思いますので、そういった方々に対する意識啓発も重要だと思います。でポイントはですね、やはり11月までに国全体、県全体で希望する方がワクチン接種をスムースに受けられるように、福島県としても市町村と連携して医療機関の皆さんと連携して取り組むということだと考えています。その関連でですね、はい、先日質問があった集団で大規模接種の、はい、話なんですけど、県としては今後検討を進めていくという話が知事の方からあったと思いまして、一方で広島県とかをはじめですね、あまりその大規模に、接種ができる状況でも希望者が少ないというような例もあると思うんですけども、今のところ検討の状況はいかがでしょうか。はい、まず現在高齢者に対しての接種を進めているんですが、各自治体が非常に積極的に努力をしておられます。でご承知のとおり47の都道府県の中でも福島県の高齢者向けのワクチン接種率は非常に上位の方にあります。でしたがって現時点で直ちに県が大規模接種会場を作ってですね、対応するよりもむしろですね、各市町村が努力をされているこちらをですね、県がバックアップをしてスピードアップをさせることが重要だと思います。特に高齢者の方々ですね、公共交通機関を一般的に使われることもあるわけですが、福島県非常に広い県土でありますので、やはり高齢者接種の段階で直ちに大規模接種会場は考えておりません。ただ今後11月までにですね、県民の希望される方皆さんに接種をということを考えていきますと、やはりこういった各市町村に頑張っていただく接種と、それから今職域接種というものが出てきておりまして、各企業等において自分たちの独自の努力でですね、できるだけ早く従業員の方等に接種を促進するという取り組みも今後県内でも国内でも大きく展開してくると思います。でそういった状況を見ながら、やはり全体として早期にワクチン接種促進できるように、県としても大規模接種どういったあり方がいいのかしっかり検討していきたいと思います。よろしいですか。その他ございますでしょうか。では後ろにですね、共同通信。共同通信の高田と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京五輪についてお伺いします。はい、復興ありがとうホストタウンに登録されている宮城、岩手、福島の3県でコロナによる選手の受け入れ中止や実施の見通しがつかない自治体が相次いでいます。海外選手にその被災地の現状を見てもらうという目的もありまして、政府が掲げてきた復興五輪を体現するイベントの一つとなっていたと思います。この理念を担保するのがこの難しい状況について知事として受け止めと、今後復興五輪をどのような形で実現していきたいのか改めてお考えをお願いします。世界的に感染状況の収束が見通すことが難しい中で、福島県内でも事前合宿や交流事業を見送る市町村が出てきており、相手国との受け入れ調整が難しい状況になっているところもあると伺っております。これまで各市町村が長い時間をかけて丁寧に交流を深めてきました。県としては引き続き安全安心な環境で事前合宿の受け入れや交流ができるよう、組織委員会や
政府と連携をして対応していきたいと考えています。ただ現実にはですね、現在各国の状況やはり厳しいものがありますので、なかなか我々が思い描いていたような復興五輪としての形というものは残念ながら見通せなくなっています。そこは率直に言って本当に残念に思う部分があります。ただ一方で各国と地域と、あるいはその国の選手団の方々とすでに準備段階から一定の交流を行っておりますので、こういったもの、例えばオンラインでのですね、お互いのやり取りであったりとか、このコロナ禍においてもできることをまず今一生懸命取り組んでいくこと、誠心誠意対応することが我々にできることだと思いますし、またその後コロナが落ち着いた後ですね、今回できなくて残念だったけれど、その思いも含めて未来においてこの復興五輪としての別の形を模索することもあり得るかと思います。先週復興大臣もですね、なかなか復興五輪の形を体現できなくて残念というお話をされていました。で、逆にこの悔しさというものを政府、あと我々自治体、そして相手国の方々ともですね、その名残惜しさというものを持ちながら、次どういった対応ができるかという事前の策、こういったものについても今後検討していきたいと考えています。よろしいでしょうか。よろしいですか。では一番前、NHK さん。 NHK さんです、はい、今の質問と関連するんですが、この前の党首討論でもやっぱりその復興五輪として、被災地を見てもらいたいという総理の発言がありましたけれども、現実やっぱり難しい中で、この総理の発言をどういうふうに捉えたらいいのかなというのは正直分からなかったんですけれども、これについて知事は現時点でどのようにお考えになっているのかというのが一つと、その未来、今お話しあった未来の中でそのどういった対応ができるのかという、具体的に何かこう知事の中で思い描いているものがあれば教えてください。まず復興五輪の一番ベストな形というものは、来て見て食べてまた感じていただくことだと考えていました。ただ残念ながら今世界各国から、例えばマスコミの取材される方々、あるいは選手団の皆さんが東京五輪の前後で福島に来ていただくということは現実的ではないと思います。やはりそれは感染拡大を防止するという観点から今はなかなか難しいというのが現状でありますので、それはやむを得ないと思います。ただそれで終わりということにするのか、いやその中でもまずできることをやろうということで、オンラインでの交流、これは一つの手立てとしてコロナ禍でも可能です。で、また合わせてコロナが落ち着いた後、その後ですね、今回の思いも含めて相互に交流をしていくということも、今回の復興五輪のいわゆる、遺産というんですかね、そういったものとして残していくべき重要な要素だと思います。一番大切なことは実際に来ていただくこと、これによって感じていただくこと非常に多いんですね。特に今の福島は復興五輪もともとのスタートの時点と大きく違いますのは、東京電力福島第一原発の処理水の問題というものがあります。で、この処理水の問題もどうしてもですね、いろんな誤解ですとか、風評というものがつきまとうものでありますので、10年間福島が原発事故以降どういった廃炉対策を行ってきたのか、あるいは農林水産物観光についてどういった努力を行ってきたのか、そして今福島の農林水産物が国内外の方に安心しておいしく食べていただけるという現実、あるいはコロナが収まってからですが、またインバウンド国内旅行も含めてですが、皆さんに笑顔で福島に来ていただいて観光していただくことができるんだということを知っていただくには、やはり来ていただくことが一番だと思いますので、まだ今すぐこういうやり方があるというわけではないんですが、今回東京オリンピックパラリンピックが終わった後であってもですね、コロナが収まった後政府とも連携しながら、ぜひその後の福島を感じていただくというものをですね、実現していきたいと知事として考えております。よろしいですか。よろしいでしょうか。では時間となりましたので、以上で定例会見終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。